た海の上のお話を聞かせてほしいわ。私もいよいよ明日には15歳、やっと海の上の世界に行ける。お許しが出るのよ。待ちに待った日がやっと来るんだね。毎日毎日行きたい行きたいって。あと何回眠ったら、あと何回起きたらってさ。あの石でできた人間の男の子の像ばっかり見てニヤニヤしてるもんね。なんでそんなに人間の世界が好きなのかな。まあそうなの。でも私たちも初めはね。夕日はどんな色で海に落ちていくのかしら。星空はどんな風に光ってるのかしらってね。海の上に行ける日を楽しみにしていたものよ。そうね。ヘナを見た時はゴツゴツしていてぶつかりそうになったのよ。怖くて震えたわ。初めて教会の鐘の音を聞いた時には尻尾の鱗が全部逆立つくらいびっくりしたのよ。私はやっぱり海の世界がいいわ。ギラギラ歌ったり踊ったりして毎日を過ごせるのは幸せですもの。人魚はそうやって300年の間ゆっくり海の中で楽しんで、その後は泡になって海に溶けてくのよね。
人魚が海の上の世界を知るのは遊べる場所を増やすためなんかではない。人間の世界を知って人間から自分の身を守るためでもあるのです。いいですか、人間を見つけても決してそばに行ったり話しかけてはいけません。それが人魚の掟です。そもそも人間は私たち人魚の美しい歌や言葉を理解することができないのです。私たちには人間の言葉を感じ取る力はありますがね。人間にとって人魚は幻、そうあるべきなのですから。わかりました、おばあ様。人間には近づきません。でも私、海の上の世界に行けることをとても楽しみにしているのです。掟を守っていれば何度でも楽しむことができますよ。私は昔、海の上でカモメに疲れそうになってすぐに海の中に逃げてきましたけどね。おばあさまって意外とドジなんだね。ドジだドジだ。ちょっとごめんなさい。それ以来行かなくなりましたよ。とにかく初めての海の上、気をつけて行ってくるのですよ。はい、気をつけて行ってきます。帰ってきたら海の上のことたくさんお話ししますね。おばあさま、楽しみにしていますね。明日僕たちは一緒に行けないんだよね。海の上に初めて行く記念すべき日には人魚一人で行く決まりさ。心配だな。危ないところにもあっちこっち行くよ。きっと知りたがりだもの人魚姫は。いい、変なこと言わないでよ。おばあさまに聞こえるでしょ。夜も遅くなったわ。明日に備えてあなたとも眠った方がいいわね。おやすみなさい。おとなしくちゃんと眠るのよ。はい、お姉様、ま、おやすみなさい。じゃあね、人魚姫、明日はくれぐれば。はい、分かってますって。おやすみなさい。じゃあね。Thank you.
ても王子様は海が好きですね。少し時間があると狩りに行かずに海に浸がるんですから。私たち王子様と同い年、幼なじみ、そしてお城の中では仲良しなそぶりを見せてはいけない。けらい、何でもかんでも仰せの通り、ご機嫌麗しく申し訳ございません。はっはっは、お前たちまた文句かい。海の上では家来ではなく子供の時のように話しておくれよ。城の中は窮屈で息が詰まりそうだから、こうして船を出して海に来ているのだよ。父上も母上も大臣もいない。文句はそのくらいにして気楽に楽しいことをしようじゃないか。はい。冷たいわ。誰か、誰かいませんか。
おい、こっちだぞ。こっちに人がいる。どこだ？まさか王子が。バカなことを言うんじゃない。王子に限ってそんな。王子だ、王子、王子、王子。浜辺を散歩していましたら人の気配がして、近づいたらこの方がお知り合いの方なのですね。はい、あの嵐のように僕は。あなたが僕を助けてくれたのですね。私はただ。お名前を教えてください。あの娘がこれを落としていきました。あの娘が僕を。本当にご無事で何よりです。海の中に投げ出された後、私たちも死に物狂いで王子のことを探していたのですが、見つけることができず申し訳ありませんでした。僕が船を出してくれと言ったばかりに、お前たちには迷惑をかけてしまったね。父上たちはどのようなご様子だ？今朝は食事もされないほど心配されて、そして簡単にお怒りでした。息子よ、命を落としたら許さないとおっしゃって。お強い方ですね、国王様は。王子、とにかくお城に戻りましょう。そうだね、城に戻ろう。人魚姫、いい加減この部屋から出たらどうなのさ。そうだよ、この像ばかり見てないでさ。海の上にできても全然楽しそうじゃないし。私のことは放っておいてちょうだい。やっぱりここにいたのね。おばさん、お前は最近何を考えているのですか？海の上で何かあったんですか？それは、その、何もありません。おばあさん、やっぱりお聞きしたいことがあります。これが落ちる。
人魚は300年間この海の世界に暮らしたら泡になって海の一部になるんでしょう。そうですよ。海を守る人魚として300年間暮らした後は身も心も何もかもなくなって海の一部となるのです。それが人魚の幸せなのですよ。では人間は？人間も死ぬんですか？人間は死んだらどうなるんですか？人間の一生はとても短いのです。けれど年をとって肉体が土に帰った後は永遠の魂となって幸せな世界へ登っていくと聞いています。永遠の魂？人間は泡にならずに永遠の魂を得るのですか？人魚も人間のように永遠の魂を得ることはできないのですか？人間が心から人魚を愛して愛の誓いを立てたらその人の魂の半分が乗り移って永遠の魂を得ることができると言い伝えられてはいますが、そんな奇跡は起きませんよ。人間にとって人魚の尻尾は気味が悪いもの。人魚の姿のまま人間に愛されるなんて聞いたことがありませんからね。人魚姫、どうしたのさ。考えすぎはよくない。自然のままに過ごすのです。明日にはお前の美しい歌を聴かせておくれ。おやすみ、かわいい人魚姫。私、決めたわ。魔女のところに行ってくる。え？魔女って、あの渦巻きの館にいる恐ろしい魔女のこと？やめなよ。なんでさ、魔女に会ってどうするのさ。人魚姫、まさか。誰にも言わないで。じゃあね、行ってくるわ。行かないでよ。人魚姫、人魚姫、人魚姫。Thank you.
4回やってからちゃちゃちゃだってば。次間違えたら魔女様にお仕置きしてもらうからな。ほら、いくぞ。渦巻きの館へ。待っていたよ、人魚姫。私がここに来ることを知っていたの。まあね、海の世界で起きていることは大体わかっているさ。私は魔女だから。まどろっこしいことは嫌いね。さてお前さん、何がお望みかね。私、人間になりたいんです。お前たちおらなり。人間になりたいとはね。まあ私の力でお前さんの望みを叶えてやることはできるさ。魔法の薬を作ればね。大層手間がかかるからただってわけにはいかないがね。それ相応のものと交換ができれば作ってやってもいいさ。覚悟はできてるのかい？もちろんよ。ここまで来たんですもの。何がお望みなの？お前さんはこの海の世界で一番美しい声を持っている。人間になるためにその声を私にくれるかい？私の声を？でも声がなくなってしまったら話せなくなってしまうわ。話せなくたっていいじゃないか。お前さんには美しい瞳も唇もあるし、そして誰よりも美しく歩くことや踊ることができるように足を上げるんだからね。あはははは、さすがです。
が覚めたらお前は人間になっている。Thank you.
他の誰より君が一番軽やかで綺麗だったよ。今日の乗馬の上達ぶりにも驚きだ。まったくおちびちゃんは何でもできるようになって僕も鼻が高いよ。記憶が戻って君の声が聞けたらいいのにね。そしたらどんなに楽しいことか。おちびちゃんのおかげで僕は寂しい気持ちを忘れることができる。前に少し話したことがあるが、僕は嵐の夜に死にかけたんだ。波の中に投げ出された僕は不思議な経験をしたんだよ。誰かが僕を守ってくれているようなね。その時に何かはわからないんだけど、ものすごく温かい歌を聞いた気がするんだ。波の音だったのかもしれないけどね。目が覚めた時に僕を助けてくれた美しい娘さんがいたんだ。その方はすぐに亡くなってしまって、どんなに探しても見つけられなかった。でもそんな時におちびちゃんが現れた。神様はあの方の代わりに妹のように可愛らしいおちびちゃんを僕におよこしになったんだね。忘れられる人よ、淡いぬくもり、あの美しい忘れられないが、優しいおちびちゃんが僕の心を慰めてくれる。さあ、城に戻ろう。どうしたんだい？僕は父上に呼ばれているから先に行っているよ。気まぐれとはいえ久しぶりの船旅、スカッとしますね。船の点検も完璧だ。この船だったら嵐が来てもへっちゃらだね。縁起の悪いことを言うんじゃないよ。嵐はもうコリコリさ。そうだね、君も海が好きそうだね。やっぱり海の風は気持ちがいい。最高の気分だ。おちびちゃん、それにお前たち、良い知らせがあるのだ。聞いておくれ。この船は隣の国へと向かっている。僕の結婚が
決まったのだ。信じられない。本当に？あんなに結婚はできないと言っていた王子が？隣の国の誰なんですか？はっはっは、お前たち覚えているかい？あの嵐の夜に僕を助けてくれた美しい娘さんを。あの時は教会で身を隠されていて探し出せなかったのだけれど、あの方は隣の国の王女だったのだよ。昨日父上から僕たちの結婚話を聞いて驚いた。嬉しさで狂いそうなくらいだ。僕は幸せ者だよ。妹のように可愛いおちびちゃんのそばにいるし、追い焦がれていたあの方とも出会えるなんて、僕を大切に思ってくれる君たちだもん、喜んでくれるだろう。さあお前たち踊っておくれよ。
かった人魚姫は海の泡になって本当に消えちゃったの。この国に伝わる人魚の伝説ではね、人魚姫は海の泡になって消えたのではなくて空気のせいになったそうよ。心のきれいな人は天国に行く前に空気のせいになって私たちのことを見守っているそうよ。空気のせい？僕たちのそばにもいるかもしれないってこと？そうよ、空気のせいはね、子供たちの幸せそうな笑顔が大好きなの。子供たちの笑い声を聞くと空気のせいも嬉しくなって早く天国に行けるようになるらしいわ。その代わり子供たちが意地悪したりいたずらばかりしていると空気のせいも悲しくなって涙を流して天国に行ける日が遅れてしまうらしいわ。へえ、じゃあ僕がいい子にしてたら空気のせいになった人魚姫が早く天国に行けるかもしれないんだね。まあ優しいことを言ってくれますね。空気のせいもきっと見ていて喜んでいますよ。おじいさま、お帰りなさい。あらあら、国王様、また海外お散歩に行ってらしたのですか。寒くはなかったですか。ただいま。海は今日も穏やかでとても気持ちが良かったよ。おや、また人魚の伝説のお話を読んでいたのかい。うん。ねえおじいさま、この本にはね、人魚の歌は世界一美しいって書かれているの。僕も人魚の歌聞いてみたいな。残念ながら人間には聞こえないようだがね。でもこれは秘密じゃが、海岸に行って波の音を聞いていると私には人魚の歌のように聞こえる時があるんだ。なぜかはわからないがとても心が落ち着く。我が国は人魚に守られた王国という言い伝えもあるから、神のお力で私にはそう聞こえるのかもしれない。そうそう、昔少しの間妹のように可愛がっていた女の子がいたんだよ。突然いなくなってしまったがね。海に行くと不思議とその子のことを思い出すのだよ。へえ。ねえおじいさま、その子人魚姫だったんじゃないの。そうかもしれない。あの子が歌っているのかもしれないね。お魚の友達。
安田愛菜。52期生のミュージカル人魚姫をご覧いただきましてありがとうございました。